はい、こんばんは、高知の藤島です。自宅ですけどね、久々に、まあ自宅の時はもう好きなようにパソコンに向かって、冷蔵庫に食い物があるんでねなんか食べてますけどねなんかあのホテル暮らしで、いつもほら安ホテルで冷蔵庫もない、電子レンジもない、コンビニに行くにもめんどくさいみたいな、そんなことばっかりやってますから、あもうその反動で冷蔵庫開けちゃなんか出して食べたり飲んだりしてますけどもね散髪でも行きゃいいんだけどね。そんなこと言ってる間に、22日には、明日明後日には東京にまた行かなきゃいけなくなった。いやーまあ仕事が前に進んでるんでそれはいいことなんですけど、もう木曜日、まあ土日ぐらいまではなんとかゆっくりして、来週月曜日から東京でみたいな気持ちだったんですけど、まあ結局3日しか自宅に いられないということでまあ忙しくさせてもらうのはいいんだけど、参ったな、また寄付カンパとか集めなきゃ。しばらくね、1週間ぐらい自宅にいるときはまあ寄付もカンパも必要ないんで、まあ子供にご飯でも作って、あとは他にすることはないんでね、まあ洗濯物を取り入れるか、まあでもしょうがないな、仕事がうまくいって言ってるから出てこいって言うんで、僕がほらまあ今は担当というか、この人とこの人のねマッチングを僕が取り持って、あじゃあ2人こうやればうまくいきますよって私がこうつないでるわけだから、私が行かなきゃしょうがないんでね。いや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 、参った参った、まあ、23日に東京行きです。またあの本当申し訳ないんですが、皆さん寄付カンパよろしくお願いします。高知に帰ってきたと思ったらまた東京で、活動しなきゃいけなくなった。まあもうでも、事業資金をね出してもらうように交渉しながら、経費はねそこで、この旅費だのホテル代だのは、仕事ができた時にそこで経費で落ちるような相談をして、もうあの市民活動しながら、やっぱりその東京行ったりあちこち飛び回ったりしながら、この前もね、別の冤罪事件の方と会って、弁護士の方にも会ったりで、本を書いた人と
と会って、まあ結局会ったらなんか酒飲んでるんですけど、まあそういうことをしているんですけど、こう徐々に徐々に、まあ、ビジネスに転換して市民活動の量的なものはかなり減ってるんですけど、でもそのビジネス自体も私のその市民活動に根ざした、将来の目標を決めて市民活動をやってきて、それをですねビジネスで、つまりその実際にその投資をして儲かる、それが脱原発社会の実現に向かうように、食料もエネルギーも自給自足をする社会を構築するのがいいんだと、原発なんか必要としない社会を作っていくのが我々の目的なんだということで、その目的に向かってやっているわけで、そういう意味ではビジネスと市民活動を重ねて同じ路線を走ってるわけですから、全くいいんですけど、ただまあこうやって飛び回ってね、結局余計経費もかかるし、まあ、苦しいところですけれども、ここをなんとか乗り切って、まあこうやって無理して東京に行って、やんなきゃいけないことがあるっていうのは非常に逆にいいことなんで、まあ、ぜひご理解をいただいてですね、もう少しだけ応援をしていただいて、まあそうしましたら本当サクサクっと片付けてね、前に進めたいと思いますので、まあサクサクと言ってもトントントンとでかくなってくるけどね かなり、まあでも本当活動をこういうふうにビジネスラインに転換してよかったなと思いますね。高知のホテルの売買は成功して、ただまあ株主になってもらった人が、まあしょうがないですよね、僕よりも女性が好きだって言うんだから、へえって思ったけどね、何考えてんのって、まあでもそれはしょうがないと思ったんだけど、まあ問題なのはほら自分が悪いことしたら、まあ私を裏切ったわけなんですけど、そうするとこう何て言うのかな、自分をこう保身に回って僕を貶めることで自分の正当性を主張しようとするんで、まあそういう人は彼ばかりじゃなくて、かつてはね一緒に活動した先輩の素晴らしいブログを書いてて、小沢支援なんかで活動した人も結局まあ僕をこう貶めることで、自分の正当性を主張しようとするんで、それはまあ世の常なんでしょうけど、もうそんなもの取り合っても仕方がないんでほっぽらかしにしてますけどね、僕の場合別にその名誉もへったくれも結果を出すことで、答えはもう出せばいいというようなことですので、もういちいちねその仲間割れのことで裁判とかうんぬんとかやってたらもうキリがないんでね、ただまあその妨害者についてはね、やっぱり意図的なその妨害についてはやりますけどもね、だからこうやって高知に帰ってきて、この間もそうだったけど1週間自宅にじっくり腰を据えさせてもらったら、まあ2、3日バタバタこう途中のことを片付けて、それで3日ぐらい集中して裁判の書類を作ったり高知地裁に行って手続きをしたりできるんだけど、まあとんぼ返りみたいになるから全然それがまた進まないんですよね。そこはまあ悩みですけど、まあやりますけどもね。とブチブチ言って、ちょっと一つ仕事一個まだや忘昼間やんなきゃいけないの忘れてたことがあったんですよね。まあまあメールを添付処理メールで送るんですけど、しょうがねえな。どれだ、これか。
もうずーっとこうやってやってますからね、家にいる間は。まあ、電話したり、メールしたり、LINE したり、パソコン上で調べたり、まあ、テレビのニュースを見たり、飲んだり、食べたり。よいしょ。
これか。すいませんね。こんな感じでやってるわけですね。よいしょ。すいません。まあもうちょっと自宅でゆっくりこうやって、いろんな作業もあるし、裁判の準備もしなきゃいけないんで、家に帰ってくるたんびに書類整理してやってるんですけど、また東京にとんぼ返りということで、まあ本当にね、こういくつかの案件をこう同時にやってて、それがこうどん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 こう進んでるんで、まあ本当にもう少しですので、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。じゃあ皆さん、明日丸1日は、高知ですから、明日21日22日の夕方ね、東京で、打ち合わせですね、商談、はい、またマチカフェ TV ビジネスと市民活動を重ね合わせて、日本をですね、
食料エネルギー自給自足する国に近づけていくということで、まあその成果をもって、海洋都市をね作って、食料とエネルギーを自給自足できる海に浮かぶ大きな都市、そこで難民を受け入れて、世界の紛争の種をなくしていこうということでね、頑張ります。まあ、ぜひよろしくお願いします。じゃあ皆さん、夜分すいませんでした。また明日放送します。明日桜が見えるところ行きたいけどね。雨は止むと思うけど、おやすみなさい。